こんにちは。今回はみんな大好きいないいないばあのはるちゃんこと倉持春樹ちゃんについて徹底レポートです。調べれば調べるほどどんどん出てくるはるちゃんの魅力、子役さんとしても引っ張りだこです。それではどうぞ。目次1、プロフィール。2、過去の経歴。3、はるちゃんの魅力。4、卒業の可能性。突然ですが問題です。1996年1月の開始以降、長年にわたりいないいないばあを支えてきたワンワンからの出題。実はワンワン、とっても苦手な動物がいます。その苦手な動物とは何でしょう。 A. 鳥、 B. 犬、 C. 虫、 D. 魚。サブチャンネル E テレクイズでは、いないいないばあやお母さんと一緒の E テレクイズを出題中です。動画説明欄に URL を貼りました。続きはこちらよりご覧ください。はるちゃんのプロフィールです。名前倉持春樹ちゃん、出身地千葉県、生年月日2011年2月28日、年齢2021年現在10歳です。事務所ウォーターブルー。特技ことわざ暗唱ピアノ。はるちゃんのお誕生日は2011年2月28日、年齢は10歳です。8歳になった翌月の2019年3月25日にいないいないばあにはるちゃんが初登場しました。特技がことわざ暗唱ってすごいですね。ワンワンとのやりとりを見ていても、いつもしっかりと自分の気持ちを伝えていて、はるちゃんはきっと国語が得意なんだなと思います。はるちゃんの過去の経歴はこちらです。はるちゃんは子役として CM やテレビの出演経験があるので、いないいないばあ卒業後も女優さんとして活躍される可能性が十分にありますね。はるちゃんの魅力をご紹介。はるちゃんの魅力はいつも元気で明るくて可愛らしいところですが、他にもたくさんの魅力が見つかりました。 SNS 上にあったはるちゃんの魅力を3つご紹介します。ワンワンとのやりとりが素晴らしい。ワンワンとの大人っぽい渋いやりとり。2020年11月の放送で、はるちゃんはどこにドライブに行きたい？というワンワンの質問に対し、暴走と即答。可愛い見た目とのギャップはとっても素敵な魅力です。絵のコメントが素晴らしい。番組に送られてきた絵に対するコメントが、上手だねのような言葉を使わず、一人一人描いた子に寄り添うコメントをしているのに驚きます。ピカピカブーの時の視野の広さが素晴らしい。はるちゃんが元気いっぱいに踊るピカピカブー、よく見ると次の動きに移る時に周りの子供たちの様子をしっかり見て動いています。端の方にいる子に気にかける場面が多く、10歳ではなかなかできないこと、素晴らしいですね。はるちゃんの卒業はいつ？でも数年後には卒業しちゃうんだよね、とまだはるちゃんが7代目お姉さんになったばかりなのに心配してしまっています。実はいないいないばあのお姉さんは初代のかなちゃんを除いてみんな4年で卒業しています。この法則に当てはめると、2019年3月に初登場したはるちゃんの卒業は2023年3月が濃厚ということになります。最後までご覧いただきありがとうございました。はるちゃん、これからも頑張ってね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。